マー・アラゴは、アメリカ合衆国フロリダ州、パームビーチにある、アメリカ合衆国国定歴史建造物で、第45代アメリカ合衆国大統領である、ドナルド・トランプの別荘である。1924年から1927年に、かけて、フロリダの女性商人であるマージョリー・メリウェザー、ポストによって建設された。ポストは、マー・アラゴが、 アメリカ合衆国大統領や政府高官らの冬の間の別荘として使えるように構想しており、1973年の死後国に寄贈された。しかしその後の大統領らはマーアラゴを使用することがなく、1980年にポスト一族に返還された。11万平方、フートの敷地内には126の部屋やマーアラゴクラブ、 アメニティなども兼ね備えたホテルさながらの客室やスパなどもある。トランプ一家は敷地内の独立したプライベート区域に滞在する。マー・アラゴはスペイン語であり、英語でシーツ・レイクという意味である。1967年に撮影されたリビングルームの様子オーナーズ・スイートのエントランス2014年、現在のエントランスの様子、マージョリー・メリウェザー・ポストは夫である。 エドワード・フランシス・ハットンと共にマー・アラゴを建設した。夫妻はマリオン・シムズ・ワイエスをデザイン担当として雇い、ジョセフ・アーバンをインテリアや内装のデザイン担当として雇った。ポストは生前、マー・アラゴがキャンプ・デイビッドのように大統領の別荘として使用されることを望んでいたため、1973年にポストが死去した後、遺族はマー・アラゴを政府に寄贈した。 リチャード・ニクソン大統領は、冬の間、温暖なフロリダで冬を過ごすことを好んだが、ジミー・カーター大統領はあまり好まなかった。さらにマー・アラゴは、税金と維持費で年間100万ドルがかかるため、政府は、財政削減の一環で1981年に、マー・アラゴをポスト財団に返還し、その後2000万ドルで売りに出された。 ポストの娘である女優のダイナメリルと他の二人の娘たちは物件が売れることを期待して不動産を所有していなかった。彼女たちは1980年に国定歴史建造物に指定されていたマーラゴを取り壊し、跡地に住宅街を建てることを市が承認するよう多少望んでいた。2012年にマーアラゴで開催された。 チャリティーイベントで参加者と記念撮影するドナルド・トランプドナルド・トランプはパームビーチに別荘を持つことを望み物件を探していたトランプは家族のために沿岸にある2つのペンションを統合して購入することを販売者に持ちかけたが販売者だけでなく地元からも反発があり失敗したその後トランプは不動産を学び売りに出されていた マーアラゴを1 5 0 0万ドルで購入することをポスト財団に持ちかけた。しかしポスト財団はこれを拒否した。これに対しトランプが反発し、売らなければマアアラゴの美しい眺望を阻止すると脅し、1985年12月最終的にポスト財団はトランプの提示した800万ドルという購入額を受け入れた。その後、 トランプは大規模な改築を行い、新たに1900平方メートルのパーティー会場や58のベッドルームと33のバスルーム、8.8メートルのピエトラ・ドゥーラ大理石のダイニングテーブルや12の暖炉、3つの防護シェルターなどを設置した。1990年代初め、トランプは財政難に陥った。トランプは銀行家と交渉し、 パームビーチの住民を警戒するため、マー・アラゴの資産を細分化しようとしたものの、市議会がその計画を拒否した。トランプは代わりに、マー・アラゴを別荘としてだけでなく、プライベートクラブとしても運営することを決めた。彼は、パームビーチに、それまであった、バーステニスクラブやエバーグレーズクラブとは異なり、ユダヤ人や黒人、さらにトランプのように、 自分自身に注意を喚起しようとする人、エバーグレーズクラブのメンバーが言ったようにおメンバーとして受け入れるクラブを設立した。セリーヌ・デオンとビリー・ジョエルが新しい、このクラブでコンサートを主催した際、地元の騒音規制に違反したとされている。またマイケル・ジャクソンとリサ・マリー・プレスリーは、新婚旅行の際にマー・アラ・ゴを利用した。2012年4月18日、 アメリカ建築家協会のフロリダ支部は、フロリダアーキテクチャーで、マー・アラゴー5位に選んだ。マー・アラゴでは、毎年、赤十字の大規模な舞踏会が開催されている。これは、アメリカ赤十字社のミッションを実現するために、世界中の社交界のメンバーや大使らが集まる、パーティーで、ポストによって創設された。2017年、トランプが大統領に就任したことにより、 ポストのマー・アラゴが大統領の別荘として使われるという長年の夢がポストの死後40年近く経って叶うことになった。2017年1月18日、トランプは正式にマー・アラゴをウィンター・ホワイト・ハウスとすることを発表した。トランプと安倍晋三マー・アラゴ・マー・アラゴを運営していくための事業の大部分は会員制のマー・アラゴクラブのメンバーのためのリゾートや ホテル業で会員のプライベートなイベントのための会場としても貸し出している。会員になるためには2017年1月現在、20万ドルの入会費と1万4000ドルの年会費が必要である。また宿泊費は1泊2000ドルである。ドナルド・トランプが開示した。 財務状況申告書によれば2015年6月から2016年5月までの1年間で2970万ドルの収益があった。2006年10月3日、トランプは24メートルの旗竿に6.1メートル9.1メートルの正常期を形容した。これに対し、地元の地域管理者がトランプ側に対し、旗竿の高さは13メートルまでと定めた地域の 条例を遵守するよう求めた。パームビーチの議会はこれに続くように、トランプが旗を掲げ続けるならば、罰金として1日あたり1250ドルを徴収すると決めた。これに対しトランプは、パームビーチの町を相手取り、訴訟したものの、敗訴した。しかし同時に町も、罰金を徴収することを放棄した。裁判所による調停の結果、トランプは許可書を提出し、 元の長さから3メートル旗竿は短くなり、掲揚台も別の場所に移動させられたものの、旗を形容し続けることが可能になった。裁判所の調停による町とトランプとの協定にはこの他にも、トランプが退役軍人の慈善団体に10万ドルを寄付することや、町が町に居住している人以外でもパームビーチのクラブに入会できるように条例を変更することなどが盛り込まれた。 2016年の大統領選挙でトランプが勝利したため、以後、トランプはどのサイズの旗でも掲揚することができるようになった。パームビーチは黒人やユダヤ人に対しても解放している。マー・アラゴに対して反発しているが、これは町による人種差別だとして、1997年12月にトランプはフロリダ州南部地区の連邦地方裁判所に提訴した。トランプは パームビーチ国際空港に離着陸する飛行機が、マー・アラゴに対して騒音などの悪影響を与えているとして何度も焦燥している。最初の焦燥を行ったのは1995年で、その際は、連邦航空局が騒音の大きなジェット機の飛行ルートを変更し、騒音が集中しないよう、航空機を分散化させることで和解した。和解策の一つとして、トランプは、 パームビーチ軍から215エーカーの土地をリースし、18ホールあるトランプインターナショナルゴルフクラブを建設した。2010年7月、トランプはパームビーチ国際空港が2本目の滑走路を建設することに反対し、勝訴した。しかしこの裁判はトランプ側の敗訴で終わっている。2015年1月、トランプはパームビーチ軍が FAA に対し、 パームビーチ国際空港へ離着陸する航空機を濃いかつ悪意的にマーアラゴに誘導するよう圧力をかけたため不合理な量の騒音と排出ガス汚染物質が発生しているとして100万ドルの損害賠償を求め3度目の勝訴を行った2015年11月フロリダ州の連邦控訴裁判所は大半のトランプ側の訴えを棄却し6つの要求の うち二つだけを正式な訴えとして認めた。トランプは大統領選に勝利した後、新たに FAA が設定した飛行ルートにマー・アラゴが含まれていないことから、訴えを取り下げた。2017年1月、パームビーチ軍はトランプが勝利し、マー・アラゴにマリーンワンなどのヘリコプターが着陸する必要性が生じるため、これまで禁止していた居住地への離着陸を、 まあ、アラゴに限り許可する決定を下した。ありがとうございます。